森祐子は日本のバイオリニスト、教育哲学者森明の次女、大阪府高槻市生まれ、6歳から鈴木メソードでバイオリンを始めた。高槻市立第一中学校在学中から総合音楽教室に通い、1960年に東方女子高等学校に入学、1963年に東方学園大学に進んだ。東では、 す三郎、斉藤秀夫に指示した。1967年に大学卒業後、斉藤の女子として、子供のための音楽教室の弦楽合奏の指導に当たった。1970年に、チェコスロバキアへ留学し、マリエ・ホロニョバに指示した後、フランスにも留学、ミシェル・オークレールに指示した。オークレールの勧めで、ノルマンディ管室内が相談に参加するとともに、 ノルマンディ気楽合奏団を結成して、ノルマンディ各地で演奏会を開いた。1972年に、レ・ソリスト・ド・パリのコンサートマスターに就任、また1974年に、パイ・アール室内管弦楽団に入団し、第2バイオリンを担当した。この頃にはまた、バロックバイオリンを勉強した。1977年に、フランス国立放送管弦楽団に入団し、 10年間在籍した。1989年にリオン国立高等音楽院上教授に就任。1990年にリオンオペラザ管弦楽団のコンサートマスターに就任した。1991年、それまでのフランスにおける功績により、フランス政府から芸術文化勲章シュバリエ賞を受賞した。1996年に リヨン国立高等音楽院を退任した。フランスでの活動の一方、日本でも演奏会を行い、1984年には斎藤記念オーケストラにも参加した。1990年に京都でフランス音楽アカデミーを開校、その音楽監督に就任した。1997年には長岡教師で長岡教室内アンサンブルを結成した。 音楽クリティッククラブ賞、エクソンモビル音楽賞奨励賞、京都市、アケボの賞を受賞している。ありがとうございます。